白線までお願いします。申し上げてください。パレード始まりますのでね、お願いします。はい、もう少し上げてください。
Thank you.
こちらのモニターの方で、随時、こちらお知らせ報告放送させていただきますので、そちらテルサホールの先着350名漏れてしまった方はお時間ある限りぜひこちらのモニターの方で楽しんでいっていただければと思います。一応予定4時を予定いたしまして、ダンス吹奏楽部育英高校さん、
学行っても頑張るよ。おめでとう。そしてトロフィー、監督、選手の皆様がステージに上がってくださいました。もう一度大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。市民栄誉賞顕彰式を執り行います。はじめに山本龍前橋市長から市民栄誉賞顕彰状の授与並びに記念品の贈呈を行います。山田監督、田部主将、塩沢部長はステージ中央にお進みくださいませ。まずは山本市長から山田康介監督に市民栄誉賞顕彰状を授与いたします。顕彰状、前橋育英高等学校男子サッカー部第96回全国高等学校サッカー選手権において優勝を遂げ、多くの市民に勇気とそして希望を与えるとともに前橋の名声を大いに高める活躍をされました。ここに市民栄誉賞を贈り、長くその栄誉を称えます。平成30年7月21日前橋市長、おめでとうございます。記念トロフィーを贈呈いたします。記念トロフィーは富士見地区在住の陶芸家中島健二さんに制作していただきました。田部栄誉主将にお渡しいたします。続きまして男子サッカー部の皆様に記念品を贈呈いたします。代表として塩沢隼人部長をお願いいたします。山本市長、お願いいたします。本日、前橋育英高等学校全国サッカー選手権優勝の
栄を称え、顕彰状授与式を行うことができました。それもひとめに育英サッカー部の皆さんの大変な努力の結果だとお礼を申し上げます。昭和62年の選手権に初挑戦してから、何度も何度も挑んでは跳ね返され、そしてまた挑んでは跳ね返され、そしてそれでもくじけず、ここまでたゆまぬ努力を続けてきた結果です。指導者は生徒たちを思い、生徒たちは指導者のために、そして信頼のまで結ばれたそのサッカー部員がこうして栄誉を得られました。私たちも大いに励みになります。ただいまパレードで多くの市民が笑顔でその列を囲みながら手を振り、そしてプラカードを立て握手を求め、その姿に私も大きな勇気をいただきました。市民を笑顔にできるこの若者と指導者たちの力によって、この前橋市民がみんな笑顔で結ばれた、そのことが何よりも嬉しく思っております。この栄誉は単に前橋育英サッカー部の栄誉だけでなく、前橋市の栄誉であり、そしてこの生徒さんたちをずっと育ててきた、各年代にわたり育んできたそれぞれの指導者、都府警、そして学校関係者、すべての力のおかげだ、そう私はこの場でお礼を申し上げさせていただきます。結びとなりますが、この度の優勝を改めて心からお祝いを申し上げますとともに、前橋育英高等学校のますます発展、限りない可能性を持つ選手各位が素晴らしい希望の空に向かって羽ばたいている、そのことをご期待申し上げ、お祝いの言葉といたします。平成30、1月21日前橋市長、おめでとうございます。続きまして、ご来賓の方々よりご祝辞を頂戴してまいりたいと存じます。最初に前橋市議会議長金井清和様、よろしくお願いいたします。したいと思います。マイクの方を今渡したいと思いますので、はい、はい、渡ってますね、お願いします。たくさん休んでいました。3年目という方に2年です。おめでとうございました。
3年フォワード高橋です。応援ありがとうございました。3年フォワード高橋光輝です。応援ありがとうございました。3年ゴールキーパー大崎悟です。応援ありがとうございました。2年フォワード榎本一輝です。応援ありがとうございました。それでは一同ご起立願います。